どうも皆さんこんにちは、こんばんは、エルザレットです。今回はトラスト使いが気をつけたいスペト対策となります。トライストリンガーを使っていると相手のスペシャルってよく見えますよね。相手にしやすいスペシャルもあれば、対策しにくいスペシャルももちろんあるかと思います。生存大事な弓としてはスペシャル対策を押さえておきたいところです。そこで今回はスペシャルをタイプ別に分けて、対策と気をつけるポイントをまとめて話したいと思います。一つ一つまとめていくよりもタイプ別で考えた方が楽ですからね。動画を見てチャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をぜひお願いします。それでは早速解説していきたいと思います。まずはショット系からいきます。ショット系のくくりはウルトラショット、カニダンク、吸引機、ジェットパックとします。どれも攻撃の起点になるスペシャルで強力ですね。何かと使用率の高いスペシャルです。射程もそれなりに長く、破壊力も高いのが特徴ですね。気をつけることとしては、顔出しをしないということが重要です。出してもいいんですが、壁に隠れてても意外とキルが取られるので危ないっていうのがあります。射程もトラストと同じものが多いので、カウンターを狙うと潰されることが多くあります。爆風の影響も大きいので壁裏でも安心できないっていうのが大きいですね。対策としては、まず相手にしないが一番です。対面時に隙がありそうなスペが多いように見えますが、意外とないですね。よくても相打ちが多いと思います。特にポジションが特定されてると狙ってきますし、反撃しづらいっていうのがありますね。なので早めに逃げるといいかと思います。もし倒すとしたら、味方に対して攻撃してる際に狙うのがベストです。なるべく安定した場所からスペシャルを使わせない方がいいので、射程を生かしてから横から攻撃したいですね。またメガホンなどで邪魔をするのもいいかと思います。とにかく逃げて無駄打ちにさせた後に、こちらのスペでカウンターを狙うといいかと思います。倒されなければ破壊力はありませんからね。ホット系に関しては以上となります。続いては防御系のスペシャルです。グレートバリア、ポップソナー、エナジースタンドになります。どれも発動が早く、継続時間が長いのが特徴ですね。防御系なのに攻めで使われるととても厄介なスペシャルです。気をつけることとしては、相手スペより上を取るということが重要です。防御スペは壁になりますので、その周りに敵が集まってきます。同じ目線だと攻撃を通しづらく、視界も悪いので、上を取って敵の動きを把握するのが大事だと思います。対策としては、バリアとソナーは即破壊で、エナスタは邪魔になります。まずバリアとソナーからいきますが、フルチャージ破壊することが容易です。バリアは上のコアに3発、ソナーは2発とかなり早いです。さらにバリアに関してはメガホンで貫通が可能なので、内側の邪魔とメインと合わせれば対策も簡単になります。この2つは早く破壊することによって味方の生存に影響を与えるので、壊したいところですね。もう1つのエナスタは破壊が不可なので、周辺に集まる敵を邪魔する意識でいいと思います。エナスタは体を出さないと取れない性質なので、その周辺に爆発矢やポイズンを投げるだけで十分邪魔ができると思います。取る前に倒せれば一番ですが、手数で邪魔するのがいいですね。防御系は以上となります。続いては遠距離系です。スペシャルはメガホンレーザー 5.1 チャン、マルチミサイル、ナイス玉、雨降らし、トリプルトルネードになります。ショット系よりも比較的射程が長く、邪魔をしてくるスペシャルが多くあります。嫌がらせ向きと言いますか、厄介なものが多いですね。気をつけることとしては、動き回りすぎないという点です。どのスペシャルもですが、巻き込まれると厄介なスペばかりです。味方の方に動いてしまうと複数人のデスがかさむので、移動は慎重にしたいというのがありますね。対策ですが、避けることに集中していいと思います。理由としては、足場を奪うものが多く、止まっているとデスするリスクがあるためです。倒すことよりも逃げを優先ですね。遠距離からの捨てということは、射程がそもそも届かない可能性が高いです。また弓で攻撃しようとすると、逃げる時間が確保できず、デスのリスクが上がります。特にトリプルは早いです。
無理してデスするくらいなら無駄遣いさせてカウンターで返り討ちを狙いたいですね。スペシャルは生存してくれれば後出しが強いので慌てずに対処するといいかと思います。続いては機動力系になります。機動力系はカメライダー、直ワンダー、ウルトラハンコとなります。発動も早いので使われた時は一気に距離が近くなると思います。距離を一気に縮めてくるのが厄介な特徴ですね。気をつけることとしてはポジションですね。ある程度高い場所を取ってれば相手の移動時間があるので逃げるか攻めるか考えれます。最初にターゲットにされなければ様子見できますが、狙われると執拗に追いかけられますので、なるべく追われにくいポジションを取っておきたいというのがあります。対策としては後ろを取るというのがいいかと思います。この3種類ですが前の移動に対しては強いんですよね。ただし引き返すとなると隙が生じます。まあ、サメライダーに関してはもう一方通行ですね。まずは発動に合わせて攻撃するのではなく、どこに進んでいるのか進行方向を見ているといいかと思います。そこから後ろを取り続ければしのぐことも可能ですね。ただここで攻撃をしようとすると捕まりますので、メガホンでの対策もありかと思います。いずれにしてもメインは危険性が伴うので、後ろを取って隙を見ながら攻撃が一番かと思います。反抗を使ってた身としては離れたところから後ろを取られるとかなりきつかったですね。はい、ということで今回はここまでとなります。トラスト使いが気をつけたいスペット対策はいかがでしたでしょうか。スペシャルをタイプ別で分けてみましたが、攻撃系のスペシャルには一旦逃げを選択してメインとメガホンでカウンターに入るのがいいかと思います。相手のスペ対策を抑えて弓の強みを押し付けていきたいですね。ということでご視聴ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。